今回はキーフレームを使った動画の編集方法をご紹介していきたいと思います。こんにちは、ジェマです。このチャンネルではスマホだけで動画制作をする方法というのを主にアップしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回はキーフレームの使い方ということなんですけれども、まずそもそもキーフレームっていうのは何かというと、例えばその映像の最初の地点にキーフレームをまず打っていただきます。で、キーフレームを打つとどうなるかというと、その打った場所での映像が固定されるっていう感じです。で、例えばその映像が進んだところでもう一つキーフレームを打っていただくと、こちらのところで映した映像っていうのも固定ができるので、例えば、最初の地点では映像が小さかったのが、次の地点で映像を大きくしたいっていう場合に、ここからここの間で徐々に大きさが大きくなっていくっていうような設定ができるというような仕組みになります。この操作を使うことによって、今例で挙げた映像の大きさっていうのを徐々に大きくしたりとか、映像の位置を変えたりとかもできますし、あとは音声をこう上げたり下げたりとかっていう風な調整もできます。で、あとは今日の3つ目でご紹介もするんですけれども、最初の色と最後の色っていうのを異なるものにしたい場合、徐々にその色が変化していくような設定っていうのもできます。このキーフレームを使いこなせばすごく、動画制作の幅っていうのが広がると思いますので、ぜひ皆さんも真似して使っていただければなと思います。それでは早速キャップカットの編集画面の方を見ながら一緒に編集していきましょう。はい、ではキャップカットの新規プロジェクトの方にご自身の好きな映像をまず入れておきましょう。今回は3パターン私も入れてるんですけれども、まず1つ目の映像でご説明するのは、読み込んだ映像っていうのが徐々に大きくなっていって位置が移動していくっていうような映像です。ちょっと言葉だけではわからないと思うので、実際の映像がこんな感じです。こんな感じの動画の作り方の設定をしていきましょう。ではまず編集したい素材っていうのを選択をしていただいて、まず初めの位置にですね、真ん中の右から3番目にあるひし形にプラスと書かれたマークを押しましょう。これがキーフレームを打つボタンになります。ではまず一つ押していただくと、こんな感じでクリップの中にひし形の赤い印っていうのが設定されました。ということは、このひし形キーフレームが打たれた位置では必ず今表示しているこの状態が固定されたということになります。で、続いて後半ですね、進んでいって、映像が進んでいって一番最後の位置、一番最後、この辺ですね。で、もう一度キーフレームっていうのを打っていただきます。で、この状態でこの画面をですね、2本指でアップしていただいて、回転もできるのでぐるっと回転させて、こんな感じで、このここにいる鳥が映るように、大きく映るように設定していきます。はい、これで完了です。すごい簡単にできたんですけれども、一度これで確認していきましょう。いきます。はい、こんな感じですね。今みたいな感じで一番最初と、最後の方ですねにキーフレームを打って、大きさっていうのを最初のキーフレーム打った位置と、最後に打った位置で画面を拡大したり縮小したりしながら調整することで、徐々にその最初の地点から最後の地点へかけて、大きさや位置っていうのが変わっていくような設定ができるので、ぜひ試してみてください。はい、では続いてのキーフレームの使い方ですが、キャップカットは BGM の最初と最後にフェードインフェードアウトっていうのを使うことができて、その最初始まりっていうのがなだらかに音量っていうのがアップしていったり、最後はなだらかに音量っていうのが下がっていくような設定っていうのができるんですけれども、取り込んだ素材の中にある音声っていうのは同じように最初をこう徐々に上げていったり、最後をフェードアウトさせるっていうことが、そのエフェクトを使用してする設定することができないので、それを今回キーフレームを使用することで、素材の中、ご自身が撮影した映像の中の音声ですね、その音声の音量っていうのをフェードインフェードアウトさせる方法をご説明していきたいと思います。ではまずその、設定したい素材っていうのをまず選択していただきます。で、今この状態で聞いていただくと、こんな感じで音声っていうのが、こう一番最初から音声っていうのが流れているような状態です。で、これを例えば、最初は音量が0の状態で、中間地点で、実際の音量に上げていくというような設定がしたいなと思いますので、今回は一番最初にまず持ってきていただいて、先ほどと同じようにまずキーフレームっていうのを打っていただきます。で、この状態で音量のところを、下の段の音量を押していただいて、音量をまず0にしていただきます。で、チェックを押します。はい、
すると今この状態だと全ての映像が今、音量がゼロの状態なので音量がない状態になっています。で続いてその音量っていうのを、まあ、マックスにしたいところにこの再生ヘッドバーを持ってきていただいて、でこの状態でまたキーフレームっていうのを打ちます。で音量のところを押していただいて音量を少し上げて、まあ、ちょうどいいところですね。聞きながらやっていただければと思うんですが、まあ、例えば50ぐらいにしておいてチェックを押します。するとこれで聞いていただくとどうでしょうか。こんな感じで一番最初は音量がない状態から、まあ、設定した位置にかけて音量が大きくなっていくっていうようなフェードインの設定ができました。このキーフレームの使い方っていうのを設定すればご自身が取り込んだ素材映像の音声っていうのも最初フェードインにして最後フェードアウトで消えていくような設定もできますのでぜひ試してみてください。はい、最後に3つ目っていうのは映像の色っていうのを途中から徐々に変えていくような設定をしていきたいと思います。実際に完成した映像っていうのがこんな感じです。はい、っていう感じで前半は割と暗めの色っていうのところから徐々に明るく鮮明、鮮度の高い鮮やかな映像に変わっていくような設定をしております。それをやっていきましょう。はい、ではまず最初に編集したい素材っていうのを選択していただいて、この状態で、今回で言うと一番最後に表現したい色ですね、最終的にどういう色になってほしいかっていうところをまずこのクリップを選択した状態で設定していきます。これは本当にご自身のお好みなので好きな色合いに設定していきましょう。今回はちょっと分かりやすいように簡単にフィルターをかけていきます。フィルターの中の今回は鮮明、景色の中の鮮明というフィルターを使います。でチェックをつけていただいて、はい、こんな感じですね。最終的にこんな感じの色になるような設定ができました。で続いてなんですけれども、はい、一番最初の位置にですね、バーを持ってきていただいて、ここで注意なんですけれども、クリップを全く選択しない状態で設定していきますので、一旦全然関係ないところを押していきます。じゃあ今選択してた、クリップっていうところの選択が外れましたので、この状態で、下の段の例えばフィルターを押していきます。で、ちょっと暗めのフィルターを設定したいのでモノクロの中の、ブラックゴールドというフィルターを設定していきます。でこれでチェックを押すと、こんな感じで下の段にブラックゴールドというフィルターの、クリップっていうのが出てきました、はい、こうするとこの、クリップが乗っかっている部分だけこのフィルターがかかっている感じになります。はい、こんな感じで乗っかってないところは元の映像の色です。なのでこんな感じでどこで変えたいかですね、どこからこの鮮やかな映像になってほしいかっていうところまでこのブラックゴールド下の段のクリップを伸ばします。はい、で今の状態だとこの乗ってるとこと乗ってないとこで一気にパッと色が変わってしまってるので、これを今回、メインでご説明するキーフレームを使用してなだらかにこの鮮やかな映像に変化していくように設定していきます。はい、まずこの下の段の、ブラックゴールドのフィルターのクリップっていうのを選択していただいて、まず、例えばこの辺り中間地点にバーを持ってきます。でこの辺りから徐々に鮮明な感じの映像に変化していくようにしたいので、ここでまずキーフレームっていうのを一つ打ちます。はい、で続いてこのクリップの最後の方に持ってきてもらって、ここでもう一度キーフレームを打ちます。はい、でこの状態で下の段のフィルターを押しましょう。はい、で今フィルターの適用度っていうのが 100% になってると思うんですけれども、この今最後に打ったキーフレームの位置でフィルターの適用度っていうのをゼロに変えていきます。はい、でこれでチェックをします。するとこんな感じで最初はフィルターが 100% かかっているところから、このキーフレームの位置から徐々にフィルターがゼロに近づいていって、はい、元の映像のこの鮮やかな映像に変化していきました。これで、キーフレームの設定は完了です。はい、いかがだったでしょうか。今回キーフレームの使い方を3つのパターンに分けてご紹介していきました。まず1つ目は映像の大きさとか位置っていうのを徐々に変えていくやり方で、2つ目っていうのは、取り込んだ映像の音声を徐々に、音量を上げていったり下げていったりするようなやり方で、最後は映像の色っていうのを徐々に変化させていくキーフレームの打ち方っていうのをご説明していきました。ぜひ皆さんも今回のやり方っていうのをご自身の映像制作の方で活かしていただければなと思います。今回の動画が少しでも役に立った、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンや、コメントいただけますとすごく励みになります。ま
また今後もスマホだけで映像制作する方法というのをアップしていきますので、ご興味のある方はチャンネル登録していただけますと嬉しいです。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。